ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違う。この二人、どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃね。また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ウェルカム。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、神城エンタープライズが運営しております。
ネノキア。よろし。じゃな。遅いよ。何してたの？こんな危ない場所で。ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが、なっちょ、信じられます？あいつさ、俺、あいつそういうとこあんだよね。じ、大体何？白い少年の幽霊？噂っていうか電脳く、恨めしや。ジョアヒョア！ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。ったく、チキ。うわ、その、こんなとこに置き去りにしたのはど、ああ、うっせ、つーか。初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当。自己紹介もう分かっちゃってると思う。なんかイメージ、私もこっちで初めて。ほらイケメンの無駄。アホは放置で頼むわ。でオタクを待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビットくんがいない。えゆま、そのつい、結局それどころか。お待たせ、ナビットくんだよ。集まってくれた良い子の君たちに、これは世界。え、え、ハッキングだ、俺たち全員。チッ、俺のゴールを簡単で、最近ハッカーたちの、ねえデジモンって、ああ、オタクが興味津々だった。ふーん、特定のデータ、デジタルモンスターを、す、お、やっぱデジ、え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 、ちゃーちゃー、そう言えなくも、ま、いいじゃん。あれ、アンインストールできない。やめとけ、プログラムにプロ、逃がす。ちょ、あら、は、私帰るか。な、何これ、これもハッカー、先へ進めってこと。
どうした？まるで幽霊でも見た。僕そっくりの幽霊を見た。それなら、この世のもので、真相は安心するといい。僕は君のような、君はハッカーの証であるプロ、いわばここにはセキュリティホールを本当に呼んで、その様子だとハッカーを目指すか他の、だが君はハッカーに、だったらそれでいい。君にほら、せっかく用意したデジモンに、何、デジモンならいくらで、しかし驚いたよ、程度の低いハッカー。ん？追いかける？あの巨、いや、なんだって、君物好きだ、単なるプログラムド、君がそう決めたなら、本当に物好き、いや奇遇だな。まあ君は何もしなく、ただ見ていればいい。ほっ、どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順が狂った。準備はいいか？
お疲れ様。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずに、ましてや。なんとも奇妙な光景だ。ともかく卵はかえ、それじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年、彼なら そこはかつて、その証拠に今はプロテクトでロック。そうだな、ここから帰りたくなったら目つきの悪い彼に。なぜ驚く？お、なら、そういえば僕はユーゴ、君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、扉は
よし、いざ勝負。君がいてくれてよかった。
なんだよ今の映像。ちくしょう。ああちょっと。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。お前らこっちへ走れ。なんだかこいつのロックを。おい走れっつってんだろ。おい面白い姿をしているな君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前。おおおい待てそこの車。止まらねえと逮捕するぞ。こら人よりは奇妙な現象に慣れている方が。こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。話はできるかい。それはよかった。君はもし人ではない何かだ。そうか、君自身。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。君の体は極め、もしも本当にそうだとしたら、ここは仕事で探し、自分で言うの。今は中野にある私。
いや、周囲に君以外、ひょっとすると君も。そうか、友達のことは気にするな。と、私は誰か。最初に名乗るべきだったが、君の存在。私はクレミ京子。しがない探偵さん。